どうもこんにちは、プレシアの木島です。今回は聖婚大会が決まったプレシア会員の K さんとお話をしました。 K さんは6月21日にプレシアに入会されて12月に聖婚大会となったんです。でプレシアに入会して、ちょうど6ヶ月で結婚決まったんですが、活動前の自己価値診断チェックでは K さん48点、希望している女性の条件46点ということで、当初からこのように高望み傾向はなくて、ご自身の婚活市場を正しく把握されていました。その結果2ヶ月でお見合いは9件決まって、そのうち4名とプレ交際に進み、そのうちの1名とこの度ご成婚となりました。で K さんは42歳、沖縄在住っていう、決してね有利とは言えない状況の中で婚活スタートして、目標通り6ヶ月で結婚決めました。で K さんはどんな気持ちで婚活に取り組み成婚されたのか、このあたりのお話もしっかりと聞いてきましたので、ぜひ最後までご視聴ください。はい、では本日は K さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、では早速なんですが、プレシアに入会される前の気持ちを具体的に教えていただけますでしょうか。入会前はですね、正直に言いますと結婚相談所で活動するっていうことに抵抗がありました。2年ほど前から婚活はしていたんですけれども、主に婚活パーティーやマッチングアプリで活動していて、当時は結婚相談所っていうところまでは考えていませんでした。その一番大きい理由っていうのが、相談所に入ってまで必死に活動するっていうこと自体が、かっこ悪い、なんかプライドが許さないみたいな感じがしてたので、それが一番大きな理由ですね。ただ思うように結果が出なかったので、最後の頼みの綱として相談所での活動を決意しまして、活動した時から木島さんのことは YouTube でもともと知っていましたので、タイミングよくオンラインの説明会があったので、そのまんま入会希望を出したという感じですね。正直に話していただきましたよね。やっぱり相談所に入ってまで活動するのは必死な感じがしてかっこ悪いということで、結構多くの、ね、男性女性が思っていることなんじゃないかなと思うんですが、やっぱりそれでも自力で婚活をしたけど、うまくいかなかったので、やっぱり最後は相談所かなっていうので、もう意を決して飛び込んでいただいたということなんですね。まさしくその通りですね。結婚相談所って、私の相談所以外にも何千社ってあると思うんですけど、その中でこうプレシアに入会しようって思っていただいた決め手っていうのは何かあったんでしょうか。大きく3つあるのかなと思います。先ほどお話ししたオンラインの説明会、その際に木島さんと直接お話をさせていただいたんですけれども、とても論理的に物事を考えられる方だなと思いまして、この方が運営している相談所だったら大丈夫だろうと思ったので、それが1点目ですね。この説明会の時に不安に思っていることとか疑問に思っていることを直接聞けたっていうのが良かったのかなと思います。私の大きな問題としては、沖縄在住なんですけれども、他県と違って陸続きでないので、十分な活動ができるのかなっていう点と、私自身ちょっと発達障害の疑いがあったので、そういった方でも入会ができるのかという点、この2点について事前に調整できたのが良かったのかなと思います。最後なんですけれども、月会費が高かったんですね。高いお金を出してまでそれぐらい本気で取り組まないと、私自身ちゃんとやらないなっていう感じがしたので、ここは自分でちょっと退路を断つという意味でもあえて入会をさせていただきました。なるほど、高いなっていう気持ちは持ちつつ、でもこんぐらいお金出さないと自分も本気になれないだろうっていうので、もうあえて高いお金払っていただいて入会をしていただいたんですね。そういうことです。Kさんは6月の21日から活動スタートして、12月末には成婚が決まったので、もう本当にちょうど6ヶ月で結婚が決まったということで、あえてねやっぱり退路を断ってもう思い切り飛び込んでいただいた結果が、6ヶ月での成婚につながったんじゃないかなというふうに思います。では続いてですね、実際にプレシアに入会していただいたと思うんですけど、入会後のサポート内容ってどうでしたか。私自身特に良かったかなと思っているのは、担当の中本さんとの相性が良かった点かなと思ってます、ちょっとですね、私自身厳しい方とかが苦手だったので、厳しい中本さんだと、もっとこうしてくださいとか、こういった点がダメでしたとか
いう人も中にはいるかと思うんですけれど、そういった方だと逆にうまくいかなかったんじゃないかなと思ってるんですね。で、事前にですね、どういったタイプのナホーズさんがいいですかっていうのを聞かれて、私は優しい人がいいですというお話をしたんですけれども、その点は、はい、事前にどんなタイプがいいですかっていうのを聞けたのはとても良かったのかなと思ってます。プレシアにはナコードが何名かいるので、その中で K さんに合う担当者っていうのをピックアップして割り当てさせていただいたっていう経緯があるので、その点でもナコードとの相性が良かったっていうふうにおっしゃっていただけて、すごく嬉しいですね。いろいろありますからね、優しい人がいいっていう方もいれば、バンバンお尻叩いてもらって厳しいナコードがいいっていう人もいるので、そのあたりは会員さんと相性の合う担当者を割り当てさせていただけるので、今から、ね、入会される方もご安心いただければなと思います。はい、では続いてなんですけど、 K さんね、6ヶ月で結婚を決められたということなんですけど、そのお相手の女性に対して、結婚を意識された瞬間っていうのはあったんでしょうか？もともとですね、2人とも趣味で、ご飯食べるの好きだったんですけれども、最初から食の好みがあったっていうのがとても大きいと思います。で、3回目のデートの時に私たちデパートの物産展に行ったんですけれど、その際に2人ともちょっと食べ物を買いすぎてしまって、でこれをじゃあ分けっこしようという話になりました。でそれを私の部屋でじゃあやろうかってことになって来てもらったんですけれども、なんかその際に彼女が部屋にいる感じがとても自然に感じられたんですね。通常男性が女性を部屋に招くと、なんとなくお互いちょっと緊張感があるのかなと思うんですけれど、彼女についてはそれがほとんどなかったので、この人だったら一緒に生活できそうだなっていうのは感じました。それとあともう一点ありまして、私の誕生日に直筆でお手紙くれたんですね。これが本当になんかとっても嬉しくて、この人だったら私のことをとっても大切にしてくれそうだなと思ったので、それで意識をしたという感じですね。なんか大きいことがドカンとあったっていうよりかは、もう物産展で買いすぎてしまったと、仕方なくちょっと一緒に分けっこして食べようっていう話になって、Kさんの、お部屋に行かれて、それがすごく緊張することもなく自然で、そこであれですよね、おそらく結婚後のイメージもなんかこう湧いてきたというか。まさしくそうですね。この人と結婚してもなんかこういった日常がおそらく平凡な幸せで続くのかなと思ったの で、 そうですね、それはとてもいいのかなと思いました。あとはね、直筆のメッセージも確かに今はね、もうこうネット上だけのやり取りとか LINE とかが、主流かと思うんですけど、もうあえても直接書いてくれたメッセージカードをくれるっていうのは、なんかやっぱりこう気持ちがこもっているというふうに思うので、嬉しさはなんか違いますよね。 LINE で同じメッセージいただくのと直筆では全然違うと思います。ぜひ女性のことやってみた方がいいかなと思いますね。そうですよね。なんかその方の性格とかも全部字に出ますもんね。そうです、そうです、ね、それ見てね、あ、こういう字してるんだっていうのも分かりますし、これは良さそうですね。では続いてなんですけど、プレシアで婚活をしていただいて思い出に残ってることがあればぜひ教えてください。はい、活動中に大きい事件がありまして、彼女と知り合って3週間後ぐらいなんですけれど、友人よりある女性を紹介してもらいました。その方は私が10年以上前にとっても大好きだった人です。で、何度かデートを当時はして振られたんですけれども、再会できたことでちょっと自分自身運命的なものを感じて、一気にその方に心を奪われてしまいました。で、そういった方がいますということでナコードさんに相談したんですけれども、その人と一緒になりたいんだったら、私が決めることなので、私が幸せな選択をしたんだったらいいですよというお話をいただきました。紹介してもらった方、仮に A さんとするんですけれど、ただ今の彼女のことも良いと思ってるんでしたら、すぐに答えを出すのではなくて、その A さんとも仮交際のような状態で付き合いしてみたらどうですかというようなアドバイスをいただきました。で、その間ですね、約2ヶ月間この A さんと今の彼女との間でとっても迷っていたんですけれど、その際もナコードさんの方から適切な質問をしてくださって、私自身の気持ちを上手に整理できるように導いてくれたと思ってます。おそらくですね、私一人だと間違いなく A さん選んでいたと思いますそうですよね、あの時の勢いでは、多分そうですね。ただ感情的になっている自分を客観的に見ていてくれる方がいるっていうのはとっても多いメリットだったのかなと思います、冷静にそれで判断することができました、また中尾さんからも、一個人としても経験上からも、今の彼女さんの方を押しますというような言葉も後押しになったのかなと思っています。
最終的にはですね、先ほどの物産展のお話になるんですけれども、今の彼女の方が日常の安らぎ感じられたので、彼女と真剣交際進むことにしました。確か私もですね、Kさんと担当者のやり取りっていうのはもうずっと見てきていたので、10年以上前に Kさんが大好きだった彼女と、まあ、友人を通してこう再会したっていうのを聞いた時に、Kさんやっぱりその彼女にこう運命的なものを感じてすごく感情が入っているっていうのは、まあ、私自身も気づいていたんですけど、あそこでやっぱりなんか勢いに任せてプレシアを退会して彼女を選んでしまうってなった時に、まあ、何の保証もないままやっぱり、A さんを選んでプレシア大会するっていうのは、まあ、すごくもったいないですよねっていう風になって、で私たちとも話した結果、 K さんにはちょっと冷静になっていただく時間が必要だよねっていうことで、まあ、せかすことなく、まあ、とりあえずお二人と仲を深めつつ、はい、ゆっくり選んでいただきましょうっていうことになったので、まあ、そういったアドバイスをさせていただいたと思うんですけど、まあ、結果やっぱり2ヶ月の間お二人の女性と、まあ、デートですよね、進めていって、はい、今の彼女を選ばれたっていうことなんですよね。それはもう冷静に判断した結果っていう感じで合ってますか？はい、合ってますね。なかなかね、やっぱりずっと好きだった彼女と再会するとどうしてもテンションが上がるというか、もう絶対になりましたね、はい、そうだったんですね。まあ、それでもね、なんか K さんも担当者 の意見に耳を傾けていただいて、まあ、すぐに大会を選ぶんではなくて、アドバイス通り2ヶ月はこう様子を見ていただいたのが今回の素敵な結果につながったんじゃないかなというふうに思います。うんうん、では続いてですね、今回、まあ、6ヶ月っていう短い間で K さんが成婚できた勝因って何だと思いますか？一番はですね、もうやっぱり絶対に結婚するという強い決意を持って臨んだことですね。まあ、反対にって言ったらあれなんですけれど、これまでの活動はアプリ、パーティーとかうまくいけばいいなっていうふうに思っていた節があったと思います。ただ相談所に入って、もう全ての活動において全力で取り組むという決意をしました。お見合い相手のプロフィール もう暗記するぐらい読み込みましたし、質問も当然たくさん準備して、その練習もして、会場の下見等もして、もう少しでも選ばれる確率を上げるための努力をしたっていうのが良かったのかなと思ってます。あともう一点はですね、私の性格上ちょっとどうしてもリードするっていうのが苦手だったんですね。ただ婚活相談所っていう場合では男性がリードするっていうところが必ず必要になってくるかと思います。ただそういった場面でも、まあ、失敗を重ねながらお見合いを何度かするうちに上達してきたのが良かったのかなと思ってます。そうですよね、人には得意不得意がある中で、まあ、どうしても結婚相談所って最初はね、男性がちょっとリードしなきゃいけないっていう雰囲気があるかなと思うんですけど、まあ、Kさんもちょっとリードが苦手ながらも少しずつやり方だったりとかっていうのを学んでいただいて、はいはい、ご自身も成長していったと。だからプレシアに入会する前と入会した後ではご自身のこうレベルというか成長度合いも変わってきたので、まあ、そのあたりもあって、で、まあ、素敵な女性と出会えた時に、うん、うまくリードできて、まあ、成婚にまでつながったのかなというところですかね。はい、あとそうですね、プレシアに入会して、事前にマニュアルをいただいたと思うんですけれど、このデートの時はこうしてください、お見合いの時はこういう風にしてくださいっていうのがあったと思うんですけれど、これも大変役に立ちました。ああ、よかった。これをバックグラウンドに、まあ、リードを進めたっていう感じですね。プレシアに入会いただいた方には全員、もう私がゼロから作り込んだ会員さん専用のね、マニュアルをお渡しするので、うんうん、まあ、お見合いから真剣交際に入るまでだったりとか、まあ、真剣交際から成婚するまで、やるべきこととか、話す内容とか、デートプランとか時間とか、もう全部マニュアルに書いているので、うんうん、まあ、婚活初めての方でも、なんとなく、あ、こんな感じで進めたら、成婚できるのかっていうのが、まあ、最初からイメージしやすいかなと思うので、まあ、そういったものをこう基本にしていただいて、で都度分かんないことはこう担当者に相談していただいたっていう流れで婚活を進めていただいたんですかね。そうですね。まあ、最後にですね、結婚相談所での婚活を検討している方へメッセージをお願いいたします。
以前の私のようにですね、まあ、相談所で活動することが、まあ、かっこ悪いと思っている方にこそ、まあ、ぜひチャレンジをしていただきたいです。相談所で活動すること自体は何ら恥ずかしいことでもないということを言いたいですね。特にマッチングアプリとか婚活パーティーとか結婚相談所、いろんな出会いの場はあると思うんですけれど、それぞれ市場が違うのかなと考えてます。市場を変えてみることで、まあ、自分の可能性を新しく広げるっていうイメージがあるので、少しですね、肩の力を抜いて、まあ、取り組んでみてもいいのかなと思います。私自身も42歳で、年収も少なくて、身長も高くなくて、まあ、どちらかといえば普通より下のスペックなのかなと思ってたんですけれども、まあ、それでも諦めずに活動したことで6ヶ月で成婚大会できたので、皆さんもぜひチャレンジしていただきたいなと思っています。素敵なメッセージをありがとうございます。はい、ということで今回は6ヶ月で成婚大会された K さんにお話を伺いました。 K さん、どうもありがとうございます。ありがとうございました。ございました。